東京高裁で裁判長も務めた元裁判官で、現役時代に30件の無罪判決を確定させた経験をお持ちの木谷明弁護士です。木谷さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは今回の東京高裁の判断をどうお感じになりますでしょうか。ともかく良かったなと思うにつきますね。5年前に当然こういう結論が出なきゃならなかった事件なんですけど、改めて今回再審開始になって本当に良かったと思います。今回再審を認めたわけですが、この決定は木谷さんは予想されていましたか。私は今回に限ってはまさか取り消しはあるまいというふうに思ってたんですけども、私の期待は時々裏切られますので、まさかそういうことはあるまいなと思いながら、おそらく棄却だろうというふうに思ってました。内容はご覧になって、まだ十分読み解いていませんけれども、味噌漬け実験の結果はやはり弁護団の主張に沿う認定になったようですね。つまり赤みが、残る可能性があるというふうに検察は言っていましたが、黒くなるというふうにしていた弁護団の主張がある程度支持されたのではないかという中ですかね。それはまあ常識に沿う判断ですよね。それはもうまさか1年以上経った血液があんな赤い色をしているということは常識的に考えられないわけですから、それが科学的に裏付けられたということで正しい判断だろうと思います。そして改めて、秀子さんですとか、弁護団のお声をお聞きいただきましたが、木谷さんはどうお感じになりましたか。いや本当に良かったなと思いますよ。これ以上長引かしたら本当にこれは裁判所に裁判官をしてた者として本当に申し訳ない気持ちになります。秀子さんでいうと現在90歳、そして袴田巌さんは87歳となっているわけですが、体調面の心配もありますよね。そうですよね。非常に長い期間かかっているというのがこの袴田事件に関する論争です。こんなに長いことかけなきゃならなかった事件ではないと私も思ってます、ね。そうなるとやはりその仕組みの改善というのが必要になってくるんでしょうか。そうですね。具体的にはどういうことを進めていったらいいとお感じですか。2つあるんですけど、大きな3つあるんですけど、再審裁判についてはそのやり方について全然法律が規制してないんですね。だからいつどういうふうな手続きをしなきゃならんということが全然書いてない。だから裁判官がほっとくことができるんですね。それから再審開始になる、その再審開始、再審事由があるかどうかを決めるには検察官が持っている証拠を全然弁護側が見ることができないと。これで新証拠を検察官が被告人に有利な証拠をみんな隠しちゃうということが可能になります。だから最終的には再審開始決定が出ても検事がまた抗告をして長引かせることができると。この3つが大きな原因だと思います。木谷さん、改めて検察は特別抗告するでしょうか。私は今回に関してはしないんじゃないかというふうに予測しています。それはなぜでしょうか。最高裁で疑問とされた点について差し戻された高裁で検察側の主張立証が成功しなかったわけですね。結局その最高裁の段階で再審開始しても本当は良かったと思うんですけど、最高裁は慎重にメカニズムをもう少し検討しなさいということで戻しました。でメカニズムを検討した結果、弁護側の主張の方が正しいとされています。で私は検察官の弁論最終意見も読みましたけど、もう一つ説得力ありません。